名取川北岸を走る仙台南部道路仙台南部道路は宮城県仙台市若林区の仙台東部道路仙台若林ジャンクションから宮城県仙台市台北区の東北自動車道仙台南 IC に至る自動車専用道路である高速道路ナンバリングによる路線番号は山形自動車道とともに E48 が割り振られている 仙台市南部の郊外を東西に走り、おおよそ名取川に沿う。道路線は、当初、国道286号と国道4号、仙台バイパスを結ぶ、産業道路として、また、東北自動車道、仙台南 IC から仙台港方向へ向かう車が、仙台市都心部を通らずに仙台バイパスへと向かう、ことによる、市内の渋滞緩和などを目的として、 1974年3月から通常の有料道路として建設された。第2期工事により仙台東部道路と接続し、仙台南部道路と解消。第3期工事により東北自動車道とも接続した。その後、仙台南 IC との接続部の料金所を廃止して、東北道との間がジャンクション化され、仙台都市圏環状自動車専用道路の南側を、 構成している。道路規格は全線が第1種3級であり、第1期及び第2期の区間はほとんどが森土、第3期区間はほとんどが高架の道路である。また、制限速度は第1期開通時に時速5 0キロメートルだったが、第2期開通時に時速6 0キロメートル第3期の全線開通時には時速7 0キロメートルに引き上げられた。 宮城県道路公社が建設し、管理、運営をしてきたが、2013年7月1日に、東日本高速道路株式会社に移管された。この際に、路線の指定も宮城県道53号仙台、南インター線から変更され、国道6号に指定されている。当初計画では、建設中の東北自動車道、仙台南 IC から名取川右岸の名取市内を、 高田手熊の道体交換吉田上陽電と東に向かうルートだったが、自動車排出ガス規制や騒音対策が現在ほど厳しくなかった当時、産業道路でもある道路線は大気汚染や騒音問題などの公害を招くとして、地権者を中心とする反対運動にあい、名取市議会も同調した。そのため、1974年2月18日の、 宮城県議会土木常任委員会において当初計画は正式撤回され、名取川左岸を通過する新ルートが提示された。結局、第一期工事は山田から大野田まで名取川、左岸堤防沿いに仙台市内のみを通過する区間で建設されることになり、同年3月に着工、1981年1月31日に開通した。第二期工事は、 1> 第1期の東側に延伸し、仙台東バイパスに接続する計画を立てた。大規模な補助整備事業がなされた若林首府において反対運動があったが建設は進み、1994年3月30日に仙台東部道路の一部区間開通と同時に供用開始された。第3期工事は第1期の西側に延伸し、名取川右岸にわたって、 名取市内の国道286号上空を高架道路で通し仙台市内に入って仙台南 IC に接続するルートで建設された。2001年8月1日仙台東部道路の全線開通に合わせ道路線も全線開通した。その後仙台南 IC との接続部の料金所を廃止して直接接続する工事が進められジャンクション化が完成した。 東道路は建設当初は宮城県道路公社が管理していたが、東北自動車道、仙台東部道路との接続後、日本道路公団の民営化に伴い、東日本高速道路の管理する道路との料金、時間割引サービスの格差が問題となった。このため、県道路公社の廃止も選択肢に入れた東道路の優勝移管が、たびたび提案されていた。これらの経緯を受けて、 東日本大震災からの復興事業の一環として、千円道路の四車線化の際、仙台南部道路の東日本高速道路への優勝移管も合わせて決定。なお、この時の見通しでは早ければ2012年度にも移管される予定だった。道路の移管に伴い最大の障壁となったのは法令上の問題であった。ネクスコ東日本を含む会社が管理する道路の 校舎への移管については、道路整備特別措置法に規定があるものの、今回のように校舎から会社への移管についての規定は、なく、道路整備特別措置法の有料道路制度の趣旨、目的に即した形での移管が検討された。その結果、校舎所有の仙台南部道路を道路法に基づき、路線廃止し、道法に基づく、不要物件とした上でネクスコがこれを買い取り、 特別措置法の高速道路の新設扱いで共用するという極めて得意な手法が採用された。具体的な手続きとしては従前主要地方道仙台南インター線として指定されていた仙台南部道路を国道6号として重複指定させるため2013年1月31日付で国土交通大臣より道路法に基づいた重複事前通知がなされた。 一方、地方道仙台南インターチェ線を路線廃止するための議案と宮城県道路公社の料金徴収期間変更に関する議案が仙台市議会で3月15日に宮城県議会では3月19日にそれぞれ可決された。法的な手続きが整ったことで5月23日には国土交通省より仙台南部道路を国道6号に編入する。 区域変更の告示がなされた。5月27日に、日本高速道路保有、債務返済機構は、全国路線網の指定及び認定を行い、独立行政法人日本高速道路保有、債務返済機構法に基づき、ネクスコとの間で協定を締結し、同法による国の認可を取得。6月21日には、国土交通省、宮城県、仙台市、 宮城県道路公社、ネクスコ東日本の5社で協定、事務引き継ぎ署名式が取り行われ、24日には県道路公社とネクスコとの間で、道路資産及び付随施設に関する売買契約を締結した。売買金額は公表されていないが、一部メディアでは170億円と報道されている。6月28日、宮城県より、 道路法に基づく6月30日付県道路線廃止の工事と国土交通省より道法に基づく7月1日付自動車専用道路共用開始の工事がされた。6月30日に道路特別措置法によるネクスコの工事完了検査が完了し7月1日午前0時をもって優勝移管が完了した。当道路はほとんどの区間が 暫定に車線で共用されており、渋滞緩和策の一環として、現在対面通行となっている、広瀬大橋を含む起点側の長町インターチェンジから、今泉インターチェンジにかけての4車線化格付が、検討されている。ネクスコ東日本としては、2014年度より、外力設計や、地質調査に取り掛かり、その後、河川法に基づく、法的手続きを経て事業化を目指す考えで、 これにより、仙台東部道路と接続する仙台若林、ジャンクションから長町インターチェンジまでの 3.7km が連続片側に車線走行できる見込み。24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成。ありがとうございます。